うす、宇田美京です。今日はですね、なんと僕がですね、キアヌ・リーブス主演のジョン・ウィック・コンセクエンスのプロモーション用応援ブック匿名副編集長に任命されました。おぉすごくないですか。いや、すごいですね。匿名副編集長ですね。まあ、こちらあの映画のね、ジョン・ウィックシリーズの新作ですけれども、そうです、9月22日はもう少しですね。自分試合終わって、はいはい、気楽にね、見に行って、うん、楽しみですよ。楽しみですねそうそう、自分は見たけど、はいはい、質問がいっぱいあるわけですよ。ああ、これ何って確かにそういうのも聞きながらね、うんうん、この YouTube を通して今回のこの映画の魅力をね、皆さんに伝えられたらと思います。それではちょっとゲストの方をお呼びいたしましょうか。はい、ゲスト、はい、ではお願いします。よろしくお願いします。谷沢と申します。お願いします。あの、ごめんなさい、何のあれなんですか。まずこういうガンアクションを役者さんに教えたりとか、はい、あとは、まあ、とあるテーマパークでそういうスタント用の機材、まあ、もしくは鉄砲とかを作って、はい、そういうシステムを導入してトレーニングしたりとかって昔やったりとかするんですけど、最近はもうアニメばっかり作ってます。大体分かったと思いますけど。ということで、ちょっとそういう専門家の方に来ていただいたので、はい、ちょっといろいろ教えていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。いや、まず一つはやっぱりもうリアルなアクションですね。まあ、僕で言えばやっぱりあの見てて、やっぱその武器を使った格闘術っていうのがやっぱないわけじゃないですか。僕はもうあくまで、まあ、これは現実とはもっと離れてるんですけど、何もないところで戦うのが空手なわけですよ、はい、今回のこのアクションとか、このキアヌ・リーブスの映画で言えば、このジョン・ウィックで言えば、この周りの何かを使った格闘、これやっぱすごいわけじゃないですか。上田さん、ジョン・ウィック好きだけど何がすごいのって一番言うのは、あ、鉛筆で、ね、人3人殺せるんですっていうね、それがもう一番なわけですよ。だからそういう風な格闘術は僕たちは逆にないわけで、僕たちはそれを使わないでいかに倒せるか、まあそうですね、全く逆なわけじゃないですか。だからそういうところに一番魅力を感じてて、分かりやすくガンフ、ナイフ、この大きく2つだと思うんですけど、あれはどういう風な歴史があるとか、ガンフは意外とね、実は日本にそういう馴染みがあるっていうね。そうですね、ちょっと最初打ち合わせの時にねそうそうそう、解説してもらって、まあ、動画で話せたらなと思うんですけど、はい、あのまず、まあ、ガンフって言われてるジョン・ウィックのガンアクションと、まあ、ボディアクション、格闘、ね、ファイティングを混ぜた、はいはい、あの動きなんですけども、ガンアクション、タクティカルなガンアクションと、柔術、柔道を、混ぜてた。ガンフって今皆さんも呼んでますけども、あのもう本当に100、もう120年ぐらい前、まあ、110年ぐらい前か、うん、イギリス人のフェアバーンっていう今 の, その特殊部隊技術の近接接近戦の技術を作った、まあ、本当にもう始祖というべきイギリス人がいるんですけども、その人が岡田さんっていう日本人 の, その柔道家、合同館柔道が立ち上がったのってそんなに古いわけじゃないですけど、ね、もちろんその方もベースは多分柔術があって、うん、で柔道になって、でそれをまあ上海で広めるために上海でその道場を開いているというところで、はい、まあ、そのフェアバーンさんと、まあ、多分意気投合したんでしょうね。で要するにそういう、次の時代の、まあ、近接接近戦の技術を作ろう、だから本当に多分見てて分かると思うんですけども、はい、すごく柔道的なその投げ、まあ、それこそ一本背負いだとか払い腰とか大外回りとか結構使ってるじゃないですか、はい、1・2・3と押して、そういう柔道の術がなんでここに入ってるのかところの歴史を知ってると、すごくなんかこう、あ、リスペクトしてるのかなっていう部分も見えるし、ね、やっぱりそこに戻ってくるんだっていうふうに見えるし、柔道で言えば投げて終わりじゃないですか。やっぱこのガン、この今回のアクション投げてとどめがあるじゃないですか。これがやっぱその融合ですよね。まあそうですね、確かに。そこはね、大外もちゃんと上に上げてますね。そうそうそう、ちゃんと見てて、おちゃんと柔道やってる。確かに確かに、僕もあのこっち銃とか使ったの全然わかんないですけど、投げとかは僕も銃でやってたんでわかるんですけど、ちゃんとこうじゃなくてちゃんと意外と上に上げてるようなことじゃないのかって、ちょっと割と綺麗に投げてるそうなんですよね。もう試合だったらそこで一本入るよねただ殺し合いですからね、まあ、一発バンやりますけどこれが一番思ったのが、まあ、まあ、いろんなアクション映画自分はやっぱ好きなんで見るわけじゃないですか。正直、あ、ワイヤー使いまくってんなとか、まあ、わからないですけど、なんか想像できるアクションとかあるじゃないですか。
だからなんか、まあまりにもファンタジー、要はアクションとファンタジーの境目ってすごい難しいとかと思うんです、僕の中で言うのは、うんうん、行き過ぎともうファンタジーじゃないですか。まあ、そうですね。これは本当にリアルだし、ファンタジーかと思いきや意外とリアルな場面がファンタジーだったりするわけですよ。これはすごい僕の魅力の一つだなと思ってるんですよ。本当にだから見てほしいですね、これは。このリアルさ、だから本当にリアルにあり得る世界が描かれてるってことですか。これ、まあ、僕3部、今回4部目じゃないですか。この3部作見て思ったのはそこですね。言い方悪いけども、ボンクラの男の子が大好きなものが本当にもう目いっぱいになってる。格闘技、車、銃で、すごくそこら辺がボンクラの男の子に一番刺さるのは実はないものなんですよ、はい、僕が思うのは、はいはいはい。ジョン・ウィックってずっと死んだ奥さんのことばっかり思ってるじゃないですか。そうですね、そうですね。だから余分なラブノロマンスっていうのはこのシリーズ一切ない。だハルベリーが出てきてもあくまでもバディであって、そうですね、あのラブロマンスの相手でもないっていうところを本当に見てて、すがすがしいですね。この映画すがすがしいぐらいにボンクラ男子の映画だなっていう。そう、僕ジョン・ウィック好きなのは、まあ、一つはまあもちろんアクション、まあ、僕としてもアクションなんですけど、もう一つは精神的なもんなんですよね。やっぱ戦う男みたいな感じです。もう少年漫画のヒーローなんですよね。一人の、まあ、そういうヒロインがいて、まあ、亡くなっちゃって、でその人を思いながら、まあ、それが戦う理由なわけじゃないですか。愛犬がとかっていう、やっぱ本当少年漫画のヒーローのような、もう戦う男ってやっぱりこうじゃなきゃなっていう映画なんですよ。本当分かりやすく言うとあれですよね、銃を持ったケンシロウですよね。確かにそうですね。確かに第一章ケンシロウいいですね。第一章ですね。第一章の北斗の拳、本当ですね。ユリアがもう死んだものになっている。そうですね、じゃないですか。ケンシロウですね。でもだから本当に僕らが好きなものが本当ギュッと濃縮されてるっていう。本当そうですね。本当にね、特にその日本人のそういう漫画が好きな人っていうのにはめちゃめちゃ刺さるのかなっていうか。ああ、そうですね。でもいろんな意味でその日本から学んだこと、日本のいろんな娯楽作品から学んだことがこの中に入って、それはアメリカでなきゃできないことっていうのを、どん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 入れていくっていう。本当にね、よくできてる。谷沢さんから見てシリーズを通してこういう変化があったりとか、そういうのってあったりする。確かに見方がね、全然違うから面白いなって。もう分かりやすく言うと 1,2,3 で言うと 2,3 でどん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 その場所が変わっていく、はい、ジョン・ウィックが活躍する場所が変わっていって、もうロケでどん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 変わっていくとかっていうのももちろんあるんですけども、一番そのジョン・ウィックっていうキャラクターの行動で一番変わったのは1の時って、まだガンアクションちょっとぎこちないんですよ。ああ、なんかそうですね。そうそうそう。なるほど。ジョン・ウィック1の時っていちいちこう敵がバーって来た時も撃つ止まるんですよね。はいはいはい、はい、止まって狙って撃つんですよ。でそれが2になると今度止まらないんですよ、撃つ時。そうそう。スッスッスッ撃ち、もう歩きながら撃って走ってちょっとスピード落として撃ってっていうのを繰り返すっていうところに変わってって。僕ファンとしての目線で言うと、1の時は山さん4年以上やってないんだから、それはまあぎこちないよねっていうところでっていう目線で見ながら、まあ2の時はもう完全もう復調してる、会長に戻っちゃってるから、もう全盛期の上位に戻っちゃったみたいな見方がするんですけども、あの作る側からの話だと1と2の間にあのタランタクタルハリウッドでもう割と有名なガントレーナー、アクションガンアクショントレーナー、タランバトラーさんっていうすごく有名な人がいて、その人はハンドガン、ピストルですね、ピストル、ライフル、ショットガンっていうこの3種類の銃を使ったスリーガンマッチっていうのがアメリカであって、それのチャンピオンを取った人なんですよ。でその人が、ジョン・ウィック役キアヌ・リーブスのトレーニング、ガントレーニングをして、実際2からはその使ってる銃もトランバトラーのところで作ってる銃なんですよ、実は。銃も作ってる、銃もう今ガンメーカーになったんですよ。でちょうど今このフォーセクエンスのポスターでここで持ってる銃があるんですけど、はい、これもタランさんのところ の、 あの最新モデル。はい、ね、そうなんですか。いやだからそう、だから見方がやっぱり、うん、まず一つはそのキアヌ・リーブス、まあ、ジョン・ウィックの成長ぶりを見てるっていう、うんうんうん、それを見てほしいですよね。ってことは今回9月22日なわけじゃないですか。そこの成長ぶりを見てまた見てもらったりすると面白いかもしれないですね。いやもう本当に、ね、それ面白いですね。
まあ、あとはもうやっぱり大事なねキャラクターというかジャンルですよね、あの、うん、この世界の。今回もまた犬を見てほしいなっていうのがあります。なるほど、そうですね、犬、これテーマ犬、見てない人はちょっと見てね、はい、もうでもちょっと9月に、ね、そうです、一応お待ちいただいて、あの今回谷沢さんの方で実際にこのジョンウィックで使用されている銃の、おお、いいですね、そうですね、でいろいろ、ではそのアクションの例えば銃のなんとか戦、まあいろんな戦の戦いのそのシステムっていうかそのやり方が分かるわけですよ、ね、例えばこれなんで銃取れたんですかとか、まあそうですね、この辺とかサブストーリーですよね。まあこれよ本当によくあるグロックっていう、はい、拳銃タイプ、ジョンウィックでもたまにこのタイプの銃、オリジナルのやつと、まあ、カスタムしてある銃を使ったりはするんですけども、あ、これ赤いのはこれはもう実銃じゃないですよ、これっていう印で貼ってあります。あ、なるほど。でよく言われてるこう向けられた武器ですね、はい、やっぱ銃って向けられて怖いな、そう、お持ちない、怖い、怖いですよ、緊張感ありますね。向けられた時によく言うのがこれを要は手で弾き飛ばせばいいって、はいはいはい、言うんですけども、なんか実際こういうの見たことあります、はい、あれね、素人相手だったら多分できます、します、要するに銃口をこっちに叩いて手首、はい、要するにそうですね、ここを叩いちゃえば取れます、これはできます、本当にこう銃を突きつけるような相手に対して、でそしたら取ったらいいか、あるでしょうか、ダブルタップってこれをプチプチって2発打つ、そうすると大体人間防弾チョッキつけてても大体それペッて止まる、そうですね、確かに、確かに、そしたら止まったらバイタルっていう言われてる一発カッター死ぬところを、まあここで言うと本当に銃を持った人間がこうやって離れたところでこうやって自然体で構えてたら、もうそれはもうすいませんでしたもうお金持ってってください、こうですよね、ちょっとフルパワーで銃を握ってもらおうかなっていうのは今からやるのは、はい、例えばよくあると前から掴まれた時、はい、ここで上田練習っていうそのワールドクラスのパワーのある人がじゃあ掴みに行きました、ここで思いっきり掴んでみましょう、この部分両手ですか、両手で今どっちもいいです、上げられないですってことですね、うん、打たれない、そうそうそう、でこれ打たれない、はい、銃口今こっちなんですよ、はい、そういう時に例えばこれを引っ張ってったら多分持ってかれちゃうんですよ、ああ、そうそうそう、でなっちゃったら、はい、なりますよね、だから掴まれたら逆にこっちから踏み込むんです、お、踏み込んで今これ肘が上がってきちゃう、そしたら銃握る、寝るよ、お、多分これ見てる人わかんないと思うけど、本当に上田選手が僕がこうやってひねるだけでこういうふうにこうやって、いや本当にそうですね、なっちゃうでしょ、でそしたら一回ひねってこうやって抜けばいい、あ、もうやばい、もうやばい、やばいやばいやばい、もう打たれちゃう、そう自分の方見てる、やばい、そう、いや本当にこんな感じ、いやこれね、僕は結構体が大きい方だから、普通の人は相手にこれやってもパワーでやってるでしょ、はいはいはい、って思われちゃう、上田選手の本当にワールドクラスにパワーのある人が思いっきりこうやって握ってるに対してこうやってひねるだけでこうやってこうやって相手をこうやってもう自由できちゃう、結構近い、マジで近いじゃないですか、僕今ね、全然ね入ってますね、こうやってこうやって踊ってくるやつになってもうほら、見えてる、見えてる、やばい、見えてる、銃口がもうやばい、俺の目絶対にバイタルから外れてないでしょ、はいはい、怖いですね、しかも今のやられてるの僕の考えの対象を今ちょっと頭がよぎったんですけど、意味ないんですよね、僕の中で逆に力抜けばいいやと思ったんですよ、こうやってやって、うん、力抜いたら、そうそう、だからそれだからダメだと思って、そうそうそう、そういうことだ、だから大してないっすね、いや、でもなんか、あ、確かにそうだね、よちゃんと考えないじゃないですか、正直こういう場面をね、そうですね、ちゃんと考えると本当にそういうのがっていうか、だからこういうのが本当ジョンウィックで行われてるって、もうあのあれ本当にあの映画の中ではこれに近いこと実は一からやってるんですよ、そういうところが実はすごくリアルな、カンフーに対してガンフーっていうちょっとこう強い感じのイメージのあるあの単語は、あれはすごい発明だと思います、ね、めちゃめちゃ楽しみですね、俺任命成功したでしょ、これはもう、もう見た人はこういうシーンとかで、はい、あ、なるほどって 見れるわけですよ、22日、うんうん、ってことはもうこれ120点になれますね、これ見たらね、副編集長が YouTube を通じてね、そう、こうどれ以上見なきゃダメだからねってことですよ、ということで今日はありがとうございました、ありがとうございました、いや、なんかすげえ強くなった気がしますね、これ9月22日上映なんで、うん、ジョンウィックコンセクエンス、ぜひ映画館でご視聴ください。
ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。おっす。